ガイアトリー神ガイアトリーマントラはヒンドゥー教における最高峰のマントラとされ、ベーダ聖典のエッセンスすべてを含むと言われている古いマントラのことである。この施設はもともとリグベーダ 3.62E10 に,に現れる太陽神サビトリーへの参加である。ガイアトリーとはこの参加で使われている因律で八音節の句を三つ並べたものを言う。リグベーダで最も有名な施設であり、 サビトリガミへの参加であるために、サービトリーとも、また因律から、ガーヤトリーとも呼ばれる。バガバットギーター10.35では、クリシュナが自分が最も優れたものであることを表現して、聖句のうちでは私はガーヤトリーであると言っている。この施設を唱えることは、バラモンのドビジャの儀式に始まる学生期間において、とりわけ重要であり、死が、父、ガーヤトリーが、 母とみなされる。本来は、自分の思考にサビトリ神が影響を与えるように願う、文句であるが、神秘的な解釈が行われた。サービトリーウパニシャットでは世界を構成するものを、サビトリとサービトリーに二分し、両者の交換によって万物が生成されるとした。そして、セオンオームと三つの発生に続けて、サービトリー施設を唱えるとしている。後に、 ガーヤトリーはそれ自体が深刻化されて女神であると考えるようになった。女神としてのガーヤトリーは通常5つの頭を持つ。なお、物典にもサービトリー施設について述べられている箇所があるが、これは同じ音節数を持つ3消え文を指すのだという。基本的にはこのようなものである。また、カタカナによる発音表記や意味は文献により異なる。 デーバナーガリ文字とラテン文字での表記は以下のようになる。マクドネル P79 マクドネル P253 マクドネル PP231 から232フランシス W プリチェットガーヤトリーコロンビアユニバーシティ http://www.columbia.edu/.itc/.mealac/.prichet/.00routesdata/.pce500back.be です。カーヤトリー。カーヤトリー。html 中村元。ブッダの言葉岩波文庫。1984年。341から342ページ。 カタカナ表記の出典、ベーダテキスト1サティアサイ出版協会ありがとうございます。